ミミズクと化すアスカラポスアスカラポスはギリシア神話の人物である。主にの2名が知られている。冥界のカシンアケローンとゴルギュラ、冥界のニュムペー、オルプネー、あるいはスチュクスの子。ハーゲースにさらわれたペルセポネーがザクロを食べるのを目撃し、証言した。このためペルセポネーは1年の3分の1を冥界で暮らさなければならなくなった。テメーテールは怒って、 アスカラポスの上に大岩を置いた。後に、ヘイラクレースがアスカラポスを助け出したが、デーメーテールは、アスカラポスを不吉な、鳥耳ズクに変えた。オイディウスはペルセポネーがアスカラポスを耳ズクに変えたと、言う。アゼオスのコアクトールの娘アスティオケーと、アレースの子で、イアルメノスと兄弟。プリクソスの子孫にあたり、イアルメノスと共に、オルコメノスを支配した。 ヘレネーの求婚者の一人。一説によると、アルゴノウ隊の一人。トロイア戦争では、オルコメノス、アスプレドンの軍勢30隻を率いて参加した。クレータ島の武将イードメネウスが、アイネーアースの義兄アルカトースの遺体を、トロイア軍と争った時に加勢したが、デイポボスの投げた槍が外れて、アスカラポスを殺した。そのため今度は、 アスカラポスの遺体をめぐって両軍が争い、武具を奪おうとしたデイポボスはメイリオネースに傷つけられ、ポリーテースに助けられて退却した。この時、アレースは息子の死を知らなかったが、ヘイラーがアレースに伝えると、アレースはひどく嘆き、ゼウスの意志を無視して、アダウチに行こうとしたが、アテナーがそれを止めた。ありがとうございます。